どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、ウェンリンクスブラックフェザー襲来ということでやっていきましょうか。インチ効果も対岸にしろモンスターたちのインチキデッキやっていきましょう。どんなデッキか簡単に言いますね。猿です。猿モンキー、高校ワンキル、していくデッキ。まあ猿なんですよ。コアキメイルとか、あとは、サイバー流とか、古代とかって猿言われてたじゃないですか。もう ほんとあれです。あれの最上級の姿今回のですね、説明パートがかなり長くなるんですよ。モンスターが多いから、新規モンスターが、なんでいらないという方は飛ばしてデュエルからご覧いただければなと思います。ほぼ新規なんで説明していきましょう。一つ、まあ、シンクロモンスターからいこうかな。7軸です。完全に今日はブラックフェザードラゴンとか入れてもいいんですけど、いられるか全然ね。今日は完全に7特化にした方が強いと思う俺は。で、雷切り、簡単に言うと、こいつが除去、こいつがカードを破壊する効果持ってます。シンクロ、召喚するだけだったら結構、簡単なんですよ。汎用なんですけど、ブラックフェザーモンスターをサイトしてシンクロ召喚すると一応中納として扱いますよって効果。そしてこれが強い2番目、一旦一度このカード以外の自分のフィールドのブラックフェザーモンスターの数まで相手のフィールドのカードを破壊する。これがまあ強い。つまり3体並んでると2枚破壊するんですよ。でしかも雷切りって、2体いれば2体とも効果使えるんで、3体とかいれば3体効果使えるんで、クソ強いんですよ。これでボコ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 相手のカードを破壊していきます。で、千鳥、これはね、納金モンスター、打点が上がるんですね。ブラックフェザー、モンスターをスライドすると、中野として扱っていく効果と、あと、これのね、マルチマンの効果はあれなんですよ、ガンダチの、あ、下田じゃないですよ、ガンダチのなんだっけ、オルマルだっけ、あれを、出すときに使うんですけど、結構まあ、一旦置いといて、これは。マルチマンの効果、今日はね。でマルチマンの効果、このカードの攻撃力が、墓地のブラックフェザーモンスターの数かける300アップする。つまり、4000とかなるんですよ。簡単に。結構簡単に4000くらいになります。だから、呼吸トスとか余裕で突破できます。簡単にね。めちゃくちゃ強い。これが、ね、マルチマンがマジで納金。で、マル3番は、こいつが破壊されると、墓地の新居、超重力モンスターを特殊召喚できるよっていう、やられてるなんか、やつを特殊召喚できるよっていうとか一応もついてます。で、ホーク城、これがね、展開補助になるんですよね。超重力じゃないんで、戦術力だから注意。で、ブラックフェザーチューナーとブラックフェザーモンスターなんで、まあ、ブラックフェザーデッキでしか、まあ、ほぼ使えないですよね。で、マルチマン、マルチマンはそれぞれ、一旦に1回しか使えませんよ。で、マルチマンがまあ強くて、レベル5以上の墓地の超重力モンスターを特殊召喚、シンクロモンスターも特殊召喚できます。創生できる。だし、あとシームーンとかも特殊召喚できる。でこれがガチで強いんですよ。ホーク上で、まあ、ババババってまた墓地から蘇ってきたりするんで、これがクソ強いですね。で、マル2番、このカードが相手の効果の対象になった時、もしくは攻撃対象になった時、自分以外のモンスターに対象を移し替えますよ。だからホーク上を生き残らせやすくなるんですよ。そうするとまた例えばね、横に雷切りが並んでて、雷切りに攻撃された、雷切りやられた、で会社のターンでホーク上で雷切り蘇生とかできるんですよ。これがクソほど強いですね。はい。で課金モンスターいきましょう。ぶっ壊れ、ぶっ壊れ。この辺のね、モンスターたちがまあ3枚ぐらい、まあ、2枚でもいいか、ギールとかは。この辺がね、これは絶対3枚ですね。ぶっ壊れてます。どっかでのシム、結構新しいカードなんですけど、こいつがこれ考えたやつ、マジで頭ぶっ飛んでるみたいな効果してるんですけど、ですね、自分のフィールドにモンスターが存在しない場合、いなければ、コストでブラックフェザーモンスターを除外することによって、デッキから旋風を置きます。強い旋風を。で、自身を効果で召喚します。で、旋風の効果っていうのはどういう効果かっていうと、召喚に成功すると、ブラックフェザーモンスターがね、召喚に成功すると、そいつの攻撃力、以下の攻撃力、以下じゃねえや、そいつの攻撃力より低い、未満の、攻撃力を持つブラックフェザーモンスターをデッキの手札に加えると。まあ、これ2枚とか3枚とかあれば、全部発動するんで、1体召喚しなきゃ3枚持ってくるみたいな爆発的な手札の増え方するんですけども、最終戦争でもすんのかみたいな、ことになるんですけども、シムーン
が1600なんですよ。だからこのシムーンでサーチ先を増やしたくて、今日はハーピーの狩り場っていうスキルにしてます。ハーピーの狩り場、これ超自動モンスターの打点が200上がるんで、ほぼ全部サーチできるんですよ、シムーンで。なので今回はまあ除外先だったりとかね、小伝いとかされるとまあきついんだけど、まあ、シムーンでブラストとかをサーチできるように、今回はこういう感じにしてます。でですね、効果で召喚してるんで召喚権1回残ってるんですよ。あ、ちなみに補足しとく と、この効果で置いた黒い旋風は、エンドフェーズに1000ポイントダメージ受けつつ、ポジを取られます。で、効果で召喚してるから残ってるんで召喚権が持ってきた、例えばゼプロスは出せるんですよ。でまた旋風効果みたいなのができるんで、まあ、これがまあ強いんですよね本当に。で、あとの課金モンスターたちはゼプロスは表側のカードを、手札に戻して墓地から特殊召喚できるよっていう効果持ってるんですよね。だから、こいつが2体分くらいになれるんですよ。だからまあ連続新居とか、あと雷剣のコストと、雷剣のコストっていうか雷剣の横に並べたりとかできるんで、まあ強いですね。で、ブラストはターン1制限のない特殊召喚の方が持ってるんで、こいつをたくさん入れとくと横にババって並べられるんですよ。で、貫通持ってるし。だし、あと、シムーンと狩り場でサーチできるんですよ。これだと。まあ、クリスとかだと無理なんだけど、ブラストだといけるから、だからブラスト3積みしてます。で、ゲイル。こいつがね単純に強いんだよね。雑に強いシリーズ、チューナーレベル3特殊召喚できる、ブラックザイルとね。で一旦に一度相手のフィールドの表側表示のモンスターの攻守を永続的に半分にします。適当に出てきて適当に半分にして進行召喚して去っていくっていうね、やばいね。でおろし、これも特殊召喚できる、ブラックザイルでは。で進行召喚に進行召喚になるとフィールドの攻守をどれかを変える、表示形式を変更できる、まあ、強いですね。でジン、これジンなんで入れてるかっていうと、先行の理想ムーブが一応ねあって、まあ知らなきゃ別になんかタイムでもいいんだけど、シムーンから旋風置いてシムーンでジンサーチで、ジン召喚してジンでおろし、おサーチで、シムーンとジンでホーク城出して、ホーク城効果でシムーン蘇生で、シムーンとおろしで雷切りとか、千鳥で、ホーク城と千鳥とか並んでるみたいな感じなんですよ。これが結構強いんで、陣1枚刺しとくと結構強いです。はい、ということで1枚で、他の採用候補モンスターを言ってきますと、関連カードで見れるかな、関連カード、これ強いんですよね。ブラックバードクローズ、まあ、今回ちょっと高校特化で入れないんですけど、ブラックフェザーシンクロモンスターかブラックフェザードラゴンがいると手札から発動できるカウンタートラップ、これがめっちゃ強いんですけど、今回はちょっと、残念ながら高校特化で不採用、ブラックフェザーモンスター1体持ち送ってなんかそのブラックフェザードラゴン出しつつなんか効果無効できるんで、相手のフィールドモンスターの効果をめっちゃ強いですね。でですね、今回は小津祭と局所で猿するんですけど、まあ、他の作用方法としてはやっぱりその効果モンス、効果モンスじゃねえ、狡猾な落とし穴とか、あとはそうですね、このブラックバードクローズとかになってくるのかなと思いますね、多分ね。はい、そんな感じになると思います多分。でスチームか、あとスチームがめっちゃ強いんですけど、今日7軸シンクロするんで、こいつね8シンクロしやすいんですよ、入れとくと。シンクロモンスター3体並んだりするんですけど、スチーム入れとくと。今回は7軸の特化ので不採用ですけど、めっちゃ強いです、こいつは。入れても全然強いです。はい。そんな感じ。だいぶ、長えな。めっちゃ喋った。やばい。みんなついてきてる？早速ね、デュエルやっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方。武藤遊戯さん、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。俺は、じゃんけんに勝ったので、もう勝ちです。あ、これ言い過ぎた。それは言い過ぎたけど、いやもう高校取ったらほぼ勝てんだよこのデッキ。大体勝ち。あ、肉せあんの？マジか。ドン。はい。局所でガルキャーン。はい。局所。そして、旋風発動。さらにどっかでのシムーンの効果。っていうかブラックザーモンスターを除外し、旋風発動してさらにモンスターを召喚。旋風効果強すぎワロタ、ゼピロスでサルハンドしていく、ジンでいいか、まあ、どれでもいいか別に、どれでも立ちでいいよ、どれでもいいや、でゼピロス召喚、
ゼブロス召喚成功時黒い旋風効果、黒い旋風効果何枚アド稼ぐんだよこのカード。ゲイル、ゲイルからのオーロシかな。でですね、ゲイル特殊召喚、やべえ、なんか無限にできる、何しよう、なんか無限にできるぞどれそうかな、どれでもいいな。来季でいいか。レベル3漆黒のゲイルを精鋭のゼピロスにチューニング、漆黒の翼翻し、雷鳴とともに走れ、ライカーの斬撃、新規の召喚、打ち注げアサッドブラックザー、周囲の雷霧、そして突風の卸を特殊召喚し、俺はレベル6毒風のシムーンに突風の卸をチューニング。黒木選手よ、今こそ疾風怒涛の戦果を上げよう。シンクロ召喚、将来せよレベル7ブラックザーテイマー、漆黒のホーク城、そしてこれはゼプリマスか、1000ダメージを400ダメージを抑えていく、シムーンで置いた旋風戻してゼプロス特殊召喚、カードを1枚セット、バトル対戦ありがとうございました強すぎない、もうこれ4000ライクでやっていくことじゃねえよこれ。さあお相手の方、海馬社長、先行を取ってしまったプレミした、まずい、先行プレミだっつっただろう。黒い旋風発動かな、いやこれ難しいよ、どうしよう、これ先行やることねえんだよマジで、マジね、こういう時にねカウントトラップがあればいいんですけどね、一応なんとかなるっちゃなんとかなんだけど、ですね、ブラスト召喚ですかね、で旋風でシムーンかな、これもうこれでエンドじゃない、もうこれお祈りエンドじゃないこれこれ死ななくねこれ、これ知らない、お祈りエンド頼む、死ぬな俺。あ、ちなみになんですけども、ですね、根性とかどうなんみたいな話はあるんですよ、根性とか、言っとくと根性貫通します、ブラック相手がブラックフェザーとかだった場合余裕で貫通してくるんで、根性なんて、だから根性多分あんま意味ないです4000ライク守れないです多分、簡単にワンキルできるんですよ、4000になるし、そもそもあれが千鳥とかが結構簡単なんで、あんまり意味ないかなと思うのと、3体転換されて雷霧飛ばされるからフィールドがらきになるわね、あとね LP 増強アルファとかあったらまだワンチャンあるかなと思うんですけど、なんかね、もう先行守れないんだよねライフがこれやばいから俺死ぬ、俺死にます、ね、死にますかど、死ぬか死ないか教えて、でもこれあ戻し、なんかあれだな、心臓戻しはなんか割と意味わかんないプリングやな、ハンダルだったか、あー死なないねこれ、死ななきゃ安い、あれこれ勝ちじゃねえ俺これ勝ったろ、もう勝ちやろこんなもん、もう甘いですねそれは。黒い旋風、えぐいことしよう、黒い旋風発動し、そしてシムーンの効果、これはあれだ、チェーンはあれやな、どっちかの効果のあれだ、あれだ、階段の効果やね、問題はない全く、さあ考えろ考えろ、どっかでのシムーンの効果はっ、そしてデッキより旋風置いてシムーン召喚、シムーン召喚効果、旋風旋風旋風強すぎバカじゃないの。ゼピロス持ってきていく、ねえ、どれでもいいよもう、ゲイル、ゼピロスゲイルからのジン持ってきておくよ一応、どれでもいいんだよな、ゲイルでいっか、ブラストでいいか、ブラストでしょ、でそしてゼピロス、これなんかマジで間違えてもいけんだ、これ間違えてもいけます、これ猿でも使えます皆さん、俺が使えてるんだから自信を持って課金しましょう強すぎない、これやばすぎるんだが、これやばすぎるんだが、もうこんなもんやば、最終制度するんですかっていうね、
最終戦争するんですかっていう反動、でブラックフェザー最終戦争っていう新しいデッキ開発するか俺、ゲイル特殊召喚または言ってんだなこいつ。でゲイル雑に強い効果発動、相手のフィード上のモンスターの攻守を半分にしていく。さあマスの方がオッケーいいでしょう。これあれやんな、なんか神族の打点心墓地の置いとこだったらプレミアなことになった絶対。はいはいはい、オッケーです、全く問題はない。でそうですね、まあとりあえず雷系します、雷系しましょうか。レベル3疾風のゲイルを、レベル4聖のゼプロスにチューニング、漆黒の翼翻し雷鳴とともに走れ、雷光の斬撃、神経召喚、水を注げ、アサルトブラックフェザー、シューの雷切り、そして手札よりトップの卸を特殊召喚、雷系の効果発動帰れ、いいぞテスカ投げろよ、テスカ投げろ、ねえんかよ、甘えですねそれ完全に、甘えちゃってんなあいつ、分からせるか、あ分からっちゃったわしっかりと分からせていく。対戦ありがとうございました。さあお相手の方クジャクマイさん、よろしくお願いし、あかりは嫌だ予感する、嫌だ予感する。旋風、ゼピロスで旋風効果でシムーン持ってきておきます。これやることないですよね、これシンクロ召喚しても意味ないんだよこれ多分。これどうせさブラックフェザーじゃねえのこれ、俺ブラックフェザーな気がするんだよな、なんかこうしといて、いやもう魂のエンドするよ俺魂のターンエンド、生きろ生きろ、そなたは美しい、うわーかーはいはい、じゃんけん、はい遊戯王はじゃんけんこんなもんもうじゃんけんでええやん、もうじゃんけんやん遊戯王なんて、もうさー実さじゃんけんやめようよそういうことするのは、不毛すぎないこの戦い、やばくないこれ、不毛すぎるんだけどこの戦い、猿すぎだろマジ、モンキーなんだけどこれ、はい、で雷切り効果ね、雷切り効果でゼプロスと黒い旋風が笑っていくちょっと待ってクソゲーすぎ、やばこのゲーム